無名で有名、どうも、無名のアカアリストでーす。本日の動画は、船虫の動画です。ぜひ、楽しんでいってください。ここからは、ナレーション僕でお楽しみください。その生き物は、僕が釣りに行っていた時に見つけました。それが、こちらの船虫です。この船虫、皆さんも一度は見たことありませんか？海の近くにいる、すごい足の速いやつです。なんか捕まえてたら楽しくなっちゃって、いっぱい取ってきました。船虫はよく海のゴキブリなんて言われたりします。でも実はゴキブリとは全然違う仲間なんですよね。エビやカニなどの甲殻類、そしてダンゴムシに近い仲間だと言われています。そう考えるとちょっとだけ可愛く見えてきませんか？それでは飼育環境を作っていきましょう。今回使うゲージは、まあ一般的な虫かごです。また船虫は海水がないと生きていきません。そのためこちらのタッパーに海水を入れます。まずは床材から入れていきます。今回は2種類の床材を使用していきます。一番下の層に土を引いていきます。この土で船虫たちがした糞を分解してもらいます。いや、こうやって見てみると可愛いですよね。今回は船虫との色合いも考慮して、こちらのミニサボテンの土を使うことにしました。そして現地で取ってきた海水も一緒にタッパーに入れます。船虫は乾燥に弱いので、できるだけたくさん入れてあげましょう。砂と海水を入れるとこんな感じですね。それでは早速船虫を入れていきましょう。さあ、船虫を入れました。こんくらいの船虫の数なら、まあこの大きさで十分だと思います。こちらタッパーに入れた海水で温泉に入ってるみたいですね。やっぱりゴキブリとは違ってちょっとだけ愛嬌がありますよね。こんな感じで皆さんが船虫飼いたくなったと思うので餌を紹介します。船虫の餌はこちらです。これはメダカの餌とハムスターの餌を入れてあります。餌に関してはまだまだ僕も知識がないので、試行錯誤して変えていきたいと思います。そして最後に隠れ家となるシェルターを入れます。ちなみにこの鉢底ネットシェルターはゴキブリ飼育とかでもよく使えます。皆さんも可愛い船虫、ぜひ飼育してみてください。今回の動画いかがでしたでしょうか？こんな感じの生き物の動画好きだよって方は、ぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。それではここまでご視聴誠にありがとうございました。